何のの相談もないダーゴちゃんのアドリブです<ー> <laughs> やってんなと思いながら望むところさって言ってましたけどね <laughs> 相談してよって思いますもんね。<laughs> <laughs> こうしてですねあの各都市を回って皆さんの前に直接え出てですねご挨拶できるのが本当に嬉しく思っておりますえただまだちょっとねあ声を出せないというあの決まりがあるようなのでまあ ロマンス編の時からもやってたのでご存知の方はもういると思いますけど僕が「いたのか」って言ったら皆さんは「五十嵐」っていうところをあの僕全部やりますので五十嵐の部分だけ手,手だけで参加していただければと、えー、思いますので皆さんどうぞお願いをいたしまますすすいいいいいいたのかいはい、どうううもあありりががととごござざでねます。 なんとダー子役の長澤まさみさんぼくちゃん役の東出正宏さんそしてリチャード役の小日向文夫さんからも参位いただいております、うん、小手さんこれもちろん支配人の権力で書きなさいとまず一列に長澤まさみから一列に並んで書,もう書きなさい書き終わったか <laughs> じゃあもう行けう次はもう東で 来いっつっても呼び捨てですよああ呼び捨てですかさすが五十嵐さんですねねでもここだけの話にしてくださいわかりました絶対怒るんで皆さんいらっしゃいませんからねはいこちらですねはい東方シネマズセブンパークアマミと一番ねポスターの上に書いてある文字はこれ長澤まさみさんが書いてくださったそうですよすごく字も綺麗ですねそうですか綺麗です普通だと思いますよ僕はいや 井原支配人の力でそうですねはい、書いてくださったということなんです <laughs> これをもうこの映画館の一番目立つところにこう 貼っていいただけるということをはいそうなんですよ、うん、こちらは映画の公開までこうロビーにもね貼り出してくださるということなので、うん、今日の映画見終わった後も皆さんぜひ見つけてみてみくださいあの今回はコンフィデンスマンの3人が英雄の座を奪い合うというストーリーなんですが、うん、ネタバレにならない範囲でおすすめのポイントすみません難しいことを言いましておすすめのポイントを教えてください。<laughs> そうもうも 毎回ね映画のプロモーションのためにその難しいんですよねネ、ね、<laughs> タバレしない程度にでも楽しく語りたいのでダ <laughs>、あのーだ子ちゃんが五十嵐に対してこう刻みのりをこうパラパラかけてた <laughs> あれはダー子ちゃんの、ね、何の相談もないダー子ちゃんのアドリブです <laughs>、えー、<笑><笑>何の相談もなくやられましたから僕ね どう思われましたその時 <laughs> やってんなと思いながら望むところさっつってましたけどね,ですね割とそうで何の相談もなく仕掛けてくる、うん、人たちなので、うん、現場でもまあ楽しいですよその何を仕掛けてくるか分からないところにどう合わせたら面白くなるかなってっていうそういう。 なんだろうね、役者バトルと <laughs> 言ったら言い方が言いすぎ、<laughs> <ん>あの良すぎるかもしれませんけど、うそういう。なんかこう、僕らの掛け合いの楽しみも一つだと思いますんで。なるほど、キャラクターの中でのバトルもありますし、役者さんの皆さんのバトルも。そうですね。<laughs> すね相談してよって思いますもん、ね。えね、ー